いよいよね、ヒューガ。水のリングを持っていけば、フローラさんとの結婚が決まるね。ビアンカ、結婚式には私も呼んでよ。リングを探すの手伝ったんだから、それくらいいいわよね。うわぁ、ちょっと一瞬待ってな。一旦一旦ね。ヘンリー、連れてきたわ。ビアンカ、ヒューガもいろいろと苦労してるみたいだな。しかしヒューガ、その苦労を共にする女性が欲しいとは思えない。思う。やっぱりな、お前もそろそろ年頃だしな。俺みたいに素敵な嫁さんを早く見つけるんだぜ。まあ、あなたったらポですって。ビアンカ、あの方がヘンリーさん、どこから見ても王子様という感じなのに苦労なさったのね。それにしても私には全然気づいてないみたいね。今は可愛い奥さんしか目に入らないってことかしら。まあ、そういうことだろうね。マリアさん、ヒューガ様の奥様になる人ってどんな人でしょう。ヒューガ様の結婚式にはぜひ私たちも呼んでくださいまし。マリアさんって清楚で可愛らしい人ね。私とは王子が、いや、そんなことねえよ。ビアンカだって可愛らしいじゃん。やっぱり私はお姫様にはなれそうもないよね。それに似合わないし。そんなことないよ。うわ、ちょっと頑張れよ俺。もっと言え、もっとビアンカに言え。じゃあ、いらっしゃいませ。ここはルドマン様のお屋敷でございます。うん、なんだか私までドキドキしちゃってきた。あ、してきちゃった。ヒューガ、さあ行きましょう。うわ、いやー、うわ、あ、いる、いらっしゃる。どうもこんにちは。おお、ヒューガ、なんと水のリンゴを手に入れたと申すか。持ってきました。うん、よくやった。ヒューガこそフローラの夫にふさわしい男じゃ。約束通りフローラとの結婚を認めよう。ああ、意義あり、意義ありです。実はもう結婚式の準備を始めとったのだよ。そうそう、水のリングも預かっておかなくては。うん、ルドマンはヒューゴから水のリングを受け取った。二つのリングは結婚式の時に神父様から手渡されるからな。フローラ、お前もヒューガが相手なら文句はないだろう。ええ、お父様。でも、そちらの女性は、修羅場、めっちゃ修羅場。私はビアンカ。ヒューガとは、ただの幼馴染で、ただの幼馴染。弟みたいな存在で。さてと、用も済んだことだし、私はこの辺で。え、お待ちください。もしやビアンカさんはヒューガさんをお好きなのでは。それにヒューガさんもビアンカさんのこと。わ、フローラも気づいてんのか。そのことに気づかず私と結婚してヒューガさんが後悔することになっては。あんた、うわ、心清すぎない。あのね、フローラさん、そんなことは。まあ落ち着きなさいフローラ。今夜一晩ヒューガによく考えてもらって、フローラかビアンカさんか選んでもらうのだ。うん、それがいい。今夜は宿屋に部屋を用意するから、ヒューガはそこに泊まりなさい。ビアンカさんは私の別荘に泊まるといい。いいかね。わかったかね、ヒューガ。まあ、わかりました。よろしい。ヒューガよ、じっくりと考えるようにな。まあ、心はずっと決まってんだけどな。うん。その夜、宿屋に泊まったヒューガは、夜中にふと目が覚めた。ああ、しかもこの BGM か。何もないか。この BGM 聞くと、また違うな。いや、話は聞きましたよ。大変なことになりましたな。私なら二人とも選びたいところだけど、そうもいかんでしょう。ははは。部外者はのんきでいいよな。はははは。むにゃむにゃ、ありがとう。フローラ姉ちゃんって優しいね。やめて。フローラ姉ちゃんの株上げないで。やめて。男ってどうして自分のことだけしか考えないのかしら。ごめんなさい。少しは選ばれる女の子の気持ちも考えてほしい。もちろんあなたは優しそうだし、そうしてると思うけどね。すいません。兄ちゃん、私だったらフローラさんに決めますな。フローラさんと結婚すれば家宝の盾ももらえるというし、何にも悩むことなんかないじゃないですか。そんなことねえよ。
あんたが連れてきたビアンカって子、あれは本当にいい女だね。もし結婚しないならうちの酒場で雇いたいくらいだよ。いや、酒飲ましてくんないっすか。なんでもルドモンさんは腕のいい道具屋に 花嫁がかぶるベールを注文したらしいぜ。どちらを選ぶか一生の問題だからな。教会でお祈りでもしてから決めた方がいいぜ。うわ、悩むよな。ミアンカさんはちょっと気が強そうだけど、明るくてとびきりの美人だし、フローラさんは素直で優しくていい奥さんになりそうだし、いやビアンカだってそうだよ。ルドモンさんはあんたをフローラの健康相手として認めたんだってね。アンディは悲しむだろうけど、あんたも頑張ったんだから仕方ないよ。幸せにおなり。すやすや寝てんの。俺はアンディの方が、いいと思うけどな。フローラの相手には。アンディ、こんにちは。あー、フローラ、うわー、ちゃんとフローラのことをさ、第一に考えてる人だから、あの人の方が俺よりもいいと思うよ。だって俺なんて、だってさ、昨日今日会ったばっかじゃん。そんなやつといたって幸せになんねえよ。それよりもフローラのことを第一に考えてくれるアンディの方がいいんじゃねえか。結婚とは神様も見守る神聖な儀式。心から愛する相手とならきっと神様の祝福を得られることでしょう。窓際にいたのか。アルヒューがなんだか大変なことになっちゃったね。でも悩むことないわ。フローラさんと結婚した方がいいね、決まってるじゃない。私のことなら心配しないで。今までだって一人でやってきたんだもの。さあ、ヒューガは疲れてるんだからもう眠った方がいいわよ。私はもう少しここで夜風に当たってるわ。なんだか眠れなくて。うわもう俺の心はずっと決まってるよ、最初から。あんたぼやぼやしないで早く答えなさいよ。ねえ、どっちだと思う？あら、主人じゃなかったのは悪かったわね。こういう形もあんねえな。特に夫婦とはっていうのを教えてはくれないけど、でも身をもって教えてくれてる。あ、ルドマンさんいるな、こんにちは。しかし本当に2つのリングを手に入れるとは大した男だ。私は君が気に入ったよ。たとえ娘を選ばなくとも結婚式は私に任せなさい。君の友人への招待状も書かせておいたからな。ラインハットのヘンリー王子とマリアさんだったね。うわー、そうだよ。さて、私も寝るとしよう。奥さんは？すやすやぐっすり寝ちゃってんな。フローラ、フローラはよく眠っているだ。ああ、もう分かってんのかな、俺の答えを。なんかそんな感じがするな。フローラと結婚したら盾ももらえるし、まあお金には不自由しないというかね。でもそれって別にフローラと結婚するのってさ、それだけが目的みたいになっちゃうじゃん。あんまり言っちゃいけないと思うけど、俺あんまりフローラのこと今のところ好きとは思ってないし。まあいい人だよなってのは知ってんだけど、でもそれと好きとはまた別だからね。しかも俺はやっぱりちっちゃい頃からビアンカのこととかしか知らないしね。ずっとビアンカのこと好きだったからな。散歩して少しは落ち着いたろ。もう休むかね。休むよ。そうかい。じゃあごゆっくり。多分俺目の下めっちゃクマできてると思うよ。そして次の朝、ヒューガはルドマンの屋敷に呼び出された。もうか。うわ、おはようございますヒューガ様。皆さんお待ちかねです。さあどうぞこちらへ。うわ、 BGM がない。うわ、さてヒューガ、フローラとビアンカさんのどちらと結婚したいかよく考えたかね。まあもう心には決めてるよ。そうか、随分と悩んでであろうが両方と結婚するわけにはいかんからな。
では約束通り結婚相手を選んでもらおう。フローラとビアンカさんのどちらか本当に好きな方にプロポーズするのだ。もう俺は心に決めてるよ。やっぱなんだろうな、気心知れた人の方が俺は好きだな。だってまあ何言っても許されるなんてことは絶対ないけど、でもさ、なんだろうね、話してて楽しい方がいいじゃん。フローラ最初絶対気使っちゃいそうだもん俺。まあそういう問題じゃないけど、まずでもそういうことだよな。だって一緒にいて楽しいかどうかじゃないの、こういうのってさ。そういうことだと思う。俺はビアンカと一緒にいた方が楽しいと思うな。まあヒューガ、こんな私でいいの？フローラさんみたいに女らしくないのに。もう最初からビアンカと出会った頃から一筋で。あら何よ、私が女らしくないっていうの？いやそんなことねえよ。でもそれでも私を選んでくれるのね、ありがとうヒューガ。何も後悔なんかしねえよ。また一緒に旅ができるね。うわあ、BGM が流れ出したか。ごめんなフローラ。よし決まった、ビアンカさんを選ぶとはやはり私が思った通りの若者だな。では早速式の準備だ。花嫁の支度は私の別荘で整えさせよう。そっか、待ってください、私もお手伝いします。わあ、めっちゃいい子だな。ごめんな、さていよいよ結婚式だが、実は山奥の温泉村の洞穴に腕のいい道具屋が住んでると聞いてね、花嫁にかぶせるシルクのベールを注文しておいたのだ。君には花嫁のためそのベールを受け取ってきてもらいたい。君が戻る頃には式の準備も終わるだろう。え、ビアンカさんを選んだのに式の準備までしてもらっていいのかって。言っただろう、私は君が気に入ったのだよ。フローラのことなら気にせんでいい、またいい相手が見つかるさ。それより君こそ後で後悔しないようにな。めっちゃいい人だな、ありがとうよ。そう、この人に似てフローラさんもいい人なんだよな。それはわかんだけど、いい人なのと自分が好きなのはまた別だから。ホラーなって言ってたけど、ごめん、一旦お父さんに会いに行きたい。お父さんって言っちゃった。よいしょっと。お父さん帰ってきたよ。おや、ヒューガ、ビアンカはどうしたんだい？え、結婚式の準備中。そうかそうか、ビアンカを嫁にもらってくれるのか。いや、ありがとう。これで私も安心だよ。ヒューガ、ビアンカのこと、よろしく頼むよ。わかったよ。きっと幸せにするよ。いや、きっとじゃねえ、絶対幸せにするよ。ああ、シルクのベルならご注文の通り、いいのができたよ。そら、これだよ。持って行っておくれ。シルクのベルを受け取った。ありがとう。よし、じゃあ行くか。ヒューガ様、シルクのベールを受け取ってくださったのですね。ちょうど花嫁の着替えが終わったところですわ。ビアンカ様の持ち物をお預かりしてますので、その袋にお入れしますね。それではどうぞお入りください。え、入っていいの？うわ、え、あ、うわ、うわ、うわ、やべ、なんか、やべ、え、俺なんかが入っていいのかな？うわ、うわやばいやばいやばい。さあヒューガさん、そのシルクのベールを花嫁さんの頭に。うわうわうわ、やばい、うわ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 、やばい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 、ヒューガ、うわうわうわ、え、うわ、ヒューガはビアンカにシルクのベールをかぶせた。ヒューガ、ありがとう。さあ、私を教会まで連れてって。やばい、鳥肌が
話せる仲間いない。あ、一緒に来てくれる？あ、ヒューガに選んでもらえたと思ったら、もう結婚式だなんて、なんだか展開が早すぎよね。まあそうだね。でも私嬉しいよ。だってヒューガのことずっと大好きだったから。やばい、満たされていく。なんだろうこの、やばい。心がすっげえ満たされていく。心が満たされる。私、実は戸惑ってるの。だってヒューガはフローラさんを選ぶとばかり思ってたから。全然そんなこと思ってなかったけどね。やっぱ口にしないとわかんねえもんだよな。ヒューガに選んでもらえたと思ったら、ああ、そうだな。うわぁ。おや、まあ、綺麗な花嫁さんだこと。さあ、教会どうぞ。お化粧なんて生まれて初めてしてもらっちゃった。私の顔変じゃないかしら。うん。大丈夫だよ。ありがとう、ヒューガ。やば。準備よろしいですね。では、教会までご案内いたします。こちらへどうぞ。うわ。おい、ヒューガー。お、待って、まさかヘンリーか。ヘンリー。いやー、久しぶりだな。結婚式の招待状をもらって、慌ててきたんだよ。ヒューガさん、結婚おめでとうございます。素敵な結婚式になりそうですね。うわー、マリアもありがとうな。遠路はるばる。式の最中にカッコつけて失敗するなよ、ヒューガ。お前なんで俺の性格分かってんだ。まあ10年も一緒にいたもんな。分かってるって。じゃあ、後でな。分かって、ヘマしないように気をつけるのかな。今の時点でもうカミカミだけど。緊張しまくりだぜ。大丈夫かな。うん。それでは、花嫁、花婿のご入場です。さあ、中へどうぞ。お父さん来ないか。そっか。うわ。わあ、皆さんありがとう。フロランごめんな。うん。でも俺の気持ちはもうずっと最初から決まってたから。うん。みんな見てくれてて。本日これより神のご目において、ヒューガとビアンカの結婚式を行います。それではまず神への誓いの言葉を。何時ヒューガはビアンカを妻とし、健やかなる時も病める時もその身を共にすることを誓いますか？うん、誓うぜ。何時ビアンカはヒューガを夫とし、健やかなる時も病める時もその身を共にすることを誓いますか？はい、誓います。うわ、やばい。ブワッと来ちゃう。ブワッと来てる。よろしい。では、指輪の交換も。うわ、やばい。ヒューガはビアンカの指に、ビアンカはヒューガの指にリングをはめた。それでは神の御前で、二人が夫婦となることの証をお見せなさい。うわー、やべえ、みんなの前で。いや、俺これ本当にさ、大丈夫なんかな。だって、で親族とか知り合いの前でだってこれチューするわけでしょ。めちゃくちゃ恥ずかしくない？さあ、誓いの口づけを。うわ、待って、俺の操作になるのこれ。うわ、ピアンカ、おお、待って、おいおい、ヒューガ、照れてないでビアンカさんに口づけしちゃう。待って、ヘンリー、そんなこと言ったって、ヘンリー、お前さ、ちょっと待ってくれって。うわ、ちょっと待って、ビアンカ、うわ、ヘンリー、お前、後で覚えとけよ。ヒューガ、うわ、あ、やべ、初注意しちゃった。俺、初注意しちゃった。ヒューガはビアンカに誓いの口づけをした。おお、神よ。ここにまた新たな夫婦が生まれました。どうか末永く、この二人を見守ってくださいますよう。アーメン。うわ。ヘンリー、お前後で覚えとけよ。おめでとう、ヒューガ幸せにな。やっぱでっかい。ありがとうよ。
ヒューガさん、リアカさん、どうぞお幸せに。うん、あんたにはもういい人いるよ。アンディとゆっくり話しな。ふふー、ヒューガさん、奥さんを大事にしろよ。命に変えてもよ。俺の命なんか全部くれてやるぜ。こうしてヒューガはビアンカと結婚した。その夜は遅くまでお祝いの宴が続き、そして夜が明けた。そっか、俺も結婚したのか。あ、ビアンカ、あの先に起きてたんか。うん。おはようヒューガ、よく眠れた？もうお昼近い時間よ。でもなんだか嘘みたい。私たち結婚してないよね。そうだね、ヒューガ。待って。こんなふつつか者ですが、末永くよろしくお願いいたします。うわ、やばい。うわ、待って。顔見れなくなっちゃうやん。なんて、私らしくないセリフだったね。うわ、ヒューガ、ずっと、仲良くやっていこうね。うわ、胸がいっぱいすぎるよ。うわー、よろしくな。うわー、ビアンカ、よろしくな。まあ、二人で一緒にいるから喧嘩することも絶対あるとは思うけど、でもさ、それでもよ。その度に仲直りして、より一層仲良くなって、ね。幸せに暮らそうぜ。さあ、行きましょう。でも、旅立つ前にルドマンさんに挨拶して行った方がいいよね。まあ、そうだな、それからだね。ヒューガは荷物が少し重くなってるのに気づいて袋を覗き込んだ。なんと二人の結婚記念にと、ルドマンが町中に配った紅白饅頭が入ってた。どういう?あ、名産品か。結婚記念。めっちゃ大事じゃん。結婚記念に、そっか。あ、しかもシルクのベール。あ、そっか。うわ、これはずっとつけておきたいな。絶対外さない。うわ、そっか。話そう。なんだか照れくさいね。でもこれからずっと一緒だよ。もうずっと一緒だよ。絶対離れ腹にもなんかなんねえかんな。今日もいい天気ね。結婚式を挙げた町だからかな。なんだか心がウキウキするわ。うわー、やべえ、そっか。うわ、結婚しちゃった、俺。やばい、俺結婚しちゃったよ。皆さん、どうも、こんにちは。いらっしゃいませ。すいません、ビアンカの夫です。どうも。ルドマさん、こんにちは。ビアンカの夫です。前から思ってたんだけど、ここのメイドさんの服、かわいいよね。ルドマンさんの趣味かしら。それはちょっと、聞くの野暮じゃない？それ、やめといた方がいいんじゃない？やめといた方がいいんじゃないかな。こんにちは。よっ、ご両人のお出ましか。なかなかお似合いの夫婦だぞ。ヘンリーさんたちは、今朝早くお帰りになったが、ヒューガのことをいろいろと聞かせてもらった。何でも伝説の勇者を探して旅をしているとか。そこでだ、私からの祝いを受け取ってくれ。後ろの宝箱の鍵を開けておいたから、中の物を持っていくがいい。それからポートセルミにある私の船も自由に使っていいぞ。ありがとう。あの船ならかなりの長旅にも耐えられるだろうからな。すぐに連絡しておこう。ともかく私はヒューガたちが気に入ったのだ。夫婦仲良く助け合い、良い旅をな。天空の盾、ありがとう。やったぜ。これが天空の盾。なんでかわからないけど懐かしい感じがする。懐かしい感じがする。あ、デルバトール。あ、やばい、今ちょっと飛ばしちゃった。しかしせっかくの新婚だ。途中少し寄り道をして楽しんでいくといい。まずはポートセルミから東、近くの海に浮かぶカジノ船。宿泊するときに私の名を出せば特別室に泊めてくれるはずだ。それから二人で懐かしい場所を巡るのもいいかもしれんな。ああ、いいね。幼馴染なのだから懐かしい場所もあるだろう。夫婦仲良く助け、良い旅をな。うわ、いいね。ヒューガどうする？カジノ戦も懐かしい場所も気になるよね。
行き先はヒューガが決めてね。私はあなたについて行くから。うわあ、心がいっぱいになっちゃう。うわあ、心がいっぱいになっちゃう。これは2000ゴールド。え、いいのかい。うん、デルバトール。デルパドールか。うん。ありがとうよ、ルドマンさん。フローラに話しに行くのはちょっと心引けるけどな。兄ちゃん、フローラのことなら心配なさらないでね。今にきっといい相手が。いや、もういるよ。アンディがいるって。アンディの仲間たちがいるじゃないかよ。ねえ、ウッディとかね。ウッディとかバズがいるからな。あれ？いた。こんにちは。お二人の結婚式見ていて本当に幸せそうで羨ましかったですわ。また遊びに来てくださいね。その時は私も結婚してるかもしれませんことよ。練習が、フローラさんを選ばなかったこと後悔してるでしょ。全然。ありがとう。私ヒューガに一生後悔させないように頑張るね。うわぁ、全然だよ。うわぁ、そっか。行くぞ。もう小さい幸せをいっぱい噛みしめて生きてくぞよ俺は。んじゃ、レベル上げするか。